井戸茶碗熊川茶碗名太5月東京国立博物館三島茶碗ベルリン民族学博物館高麗茶碗は16世紀半ば頃から日本の茶道で用いられた茶碗の分類の一つであり朝鮮半島で焼かれた日常雑器を日本の茶人が召願し茶器に見立てたものである高麗茶碗の高麗とは朝鮮都来の意であり高麗茶碗と称されるもののほとんどは 高麗時代ではなく、朝鮮王朝時代の製品である。日本の茶道は、室町時代の書院の茶から、詫び、錆びを重んじる草案の茶へと変化していった。その過程で、茶器も、動物中心から、高麗ものあえものが、良しとされるように価値観が変わっていった。もともと日曜雑器として作られた、高麗茶碗は、こうして茶器として取り上げられるようになった。 16世紀以来日本茶道で用いられた、動物茶器の多くは、天目、樹香政治、動物茶入れ、ルソン茶壺やルソン茶碗など、主に中国南部の民謡で焼かれた、非主流的なもので、中国本土で流行していた白磁や政治、聖火などではなかった。無論校舎のような磁気類も、日本へ大量に輸入され、中、近世の遺跡から、多くの陶片が出土している。 トライ当時期の大部分は中国や東南アジアのもので、わずかに朝鮮の政治や粉政策も見受けられるが、特に重んじられた形跡はない。動物茶器は今日でもカマートが明らかでないような、したがって当時としても当時会の主流でないチンキなものが日本人独自の視点で探し求められたと言っていい。そして日本国内でもその写しが作られるなどした。 高麗茶碗の文献上の所見は、松屋一記で天文六年十四夜集この茶会で、高麗茶碗が使用されたと見える。1580年には千利休が賃品を求め、慶の河原氏長次郎らに作らせた旗を茶会に用いた。このことから利休の高麗茶碗趣味は、元は落焼趣味から生じたとも言われる。なお、この趣味は後に、瀬戸屋氏の、 ここからつ趣味へと継承されている。天正16年の三条州2期には、東茶碗は、スタで、東西は、高来茶碗、瀬戸茶碗、今焼き茶碗が良いという意味の記述がある。ここで言う、瀬戸茶碗は、今日の実の焼き、今焼き茶碗は楽茶碗に相当すると考えられている。ここには、中国の慣用の時期のように、気景、文様ともに整ったものよりも、 作為のないもの、歪んだものを良しとする美意識の転換が見られる。なお、朝鮮半島では、朝鮮当時は中国当時と同様に高い技術を持って聖地に作られたものがその主流である。日本でいう高麗茶碗の趣味は主流ではないと言われる。高麗茶碗を日本の茶道では以下のように分類している。井戸のように15から16世紀の 朝鮮王朝時代の日常雑記だったものと、五所丸のように、日本からの注文で作られたものとがある。古来高麗茶碗の最高峰とされるもので、竹の節高台と称される高い高台を持つ。わび茶にふさわしい素朴で、力強い味わいがある。優は、美和食と称される。高台付近は、強度の貫流でひどくただれ縮れている。これを、カイラギといい独特の見どころとされている。 文献上は、早急茶のユニッキに、天正六年、ヤブ内チ総和の茶会で用いられたとあるのが初見である。井戸の名の由来は、諸説あるが、単純に井戸のように深い茶碗の意図する説が有力である。落語、井戸の茶碗に現れる。白字風の茶碗で、糖質の態度に白土をかけた上に透明油などを施したもの。朝鮮には、日本のような茶道の風習はなく、 茶碗と言ってもそれはもともと茶碗として作られたわけではなく、日本での用途に応じた故障に過ぎない。19世紀に訪れた外国人は朝鮮に喫茶の風習がほとんどなく、有力者が中国産の茶をわずかに飲む程度であったと口を揃えて書き残している。いくつかは今日、判定食で見られるような小ぶりの食器であったり、 注そそぎのような調味料入れの小鉢だったと見られるものが多くある。雲ん茶碗と称するものの中には、高麗時代末期に遡るものもある。日本の名刀11000日茶碗2、7用車、1994、P59、林家、ピアニッシも80から 84? 竹内、渡辺、P65、林家、ピアニッシも78から 80? 東京国立博物館所蔵品の作品名称及び年代の特定は東京国立博物館画像検索によるありがとうございます。